うっしゃ、時は来た。ジェジェ、テンペストさん、出かけっぞ。こんなとことは大さらばだ。旅立つのですか、ミス・ウザキ。キャ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 、当たり前だ。この機会を逃したらいつ謀反なんて企てるんだっての。最高の機会じゃねえか。目標はパラドクス、必ずぶっ倒す。こんなとこに集まってのんびり待機なんぞしてられっかっての。アムネジア八部衆とかふざけた役職だけ考えて結局出番なしかよ。面白そうだから集まっただけで、別に服従を誓ったわけじゃねえ。忠誠心低いからよ、呂布よりカジュアルに立ち回るぜ俺は。ヒルダの野郎もよ、面白い人材が欲しいとか言ってやがったじゃねえか。こんな面白いことねえし本望だろうよ。そんじゃ各自3回暴れるだけ暴れたら深淵で会おうぜ。美しき花を咲かせてみせましょう、ミス・ウズキ。キュ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 。止まりなさい、異質なるヒグジスをまとう者。最大級の警戒。あなたは虚無、それとも人。なんだこのちっこいのは、新手のトラップかなんかか。こいつ今の一瞬で俺のことに気づいたな。そこそこに鼻は利くみてえだ。あなたに小さいと評されるのは心外です。見たところ、私を見て多少は困惑している様子。言うなれば人間性。当たり前だ、俺のどこがあんな化け物に見えんだよ。お察しの通り、俺の力はファルスってのにすげえ近いらしいな。よく間違われるんで、まあそこは気にすんなよ。はい、ではそこは気にはしません。しかしあなたの体、その異質なる存在は放ってはおけない。レアケース、監視対象としてマークが必要。人を珍獣みたいに扱うなっつうのさ。確かにイグジスとファルスはほぼ同一の力。あなたのように紛らわしい気配を持つインバースは一定少数存在します。しかしあなたのそれは完全に虚無たるもの。疑わしいなどというレベルの話ではない。虚無は人を目指す。強き虚無ほど人の形へと近づく。その頂点が人であることは疑う余地はない。あなた、なあ違うっつーの。話すと長くなるから面倒なんだよ。そうですか、それならば仕方ありません。このような危険な個体との積極的な交戦は本来であれば避けたいのですが、一つの確認手段として武力交渉を挑みます。要するに殴って確かめるってことか。いいぜ、受けてやる。だいたい異質ってんならそっちだって大概に見えるぜなあ。はい、そこは否定はしません。ですがそれとこれとは別の話とします。私よりの質問、それが終わった後に。はいはい、別に聞きたくねえからいいよ、んなこと。おいヒルダ、この辺に嫌がんだろ。ウズキ様がぶっ倒しに来たぞ。どこ隠れてやがんだ。あら、ブラックモンダちゃん、そんなに大声出さないでよ。待ってたわ、あんたなら来るだろうって思ってたから。あんたのその目、一見友好的だけど今にも噛みついてきそうだもの。大好きだったわよ。
俺はお前みたいに頭のネジ外れた女は勘弁だけどな。あら、あなたにそう言われるのって心外だわ。大事なものが外れちゃった者同士、仲良くしましょうよ。はあ？リーバースなんてもう目指すやつと一緒にすんなっつーの。俺も大事なものを失っちゃいるが、お前には遠く及ばないね。悲しいけど、そこまで言われちゃったら仕方ないか。それじゃ、お望み通りぶっ倒してみなさいな。できるものならね。私もさ、ずっと気になってたのよ、あんたの本性。分かるやつには分かっちまってるか。そうだよな。ま、俺にとっちゃ恥ずかしい過去なんでな、語りたくもね。これ以上聞きたきゃ実力で口割ってみな。俺の方もてめえの泣きっ面が見たくてここに来たんだしな。ええ、それじゃ話の続きはこれが終わってからで。楽しみだわ。このバカ女、パワーだけはほんととんでもねえからな。めんどくさくもあったが、最後となっちゃやるしかねえ。んじゃ、早速始めるぜ。我が闇なる魔力、その血肉としてやんよ。正直に言うと驚いたよ。パラドクスがそばまで来ていたのは分かっていた。そうか、驚いたか。そりゃ来た甲斐があるってもんだ。ヒルダのやつをぶっ倒すだけでよかったが。そういや、いたな、こんな野郎が。俺はお前の事情なんてこれっぽっちも知らない。なんかあれだったよな、魔界の扉を開いて。この、ああ、君の言葉で言う魔界、そこに向かうのが僕の目的だ。その際にできる穴、そこを通ってくる魔物にこの世は食い尽くされる。ならオッケー、心置きなくお前をぶっ飛ばせるね。悪役ばっかりも飽きちまう。世界の救う役もたまにはいいさ。世を救う、それにふさわしい強大な力、能力に飲まれているように見え安定もしている。不思議なタイプだね。余計な洞察だな。俺がこの力に飲まれることなんてない。すでに飲まれて仲良く一体化してるからな。そんじゃ、余計なおしゃべりはここまでにしとくか。ラストダンス、思い残すことはねえか大将。僕の思いは成就される。だから思いを残す必要なんてないよ。この野郎、生意気言ってくれるじゃねえのよ。ヒルダと同じだ、嫌いじゃねえ。真の悪役ってのはそうじゃないとな。ま、こんなところ英語さんよ、てめえもそこそこにやるとは思うが、あれと比べちまうと、なんつうか執念不足なんだよな。死を認識したものを顕現させるこの力、死を経験したもの、死から戻ってきたもの、なあ、面構えが違うだろ。勝てねえよ、それじゃあこの宇月様に。美しい戦いでしたよ、ミス・ウズキ。キャ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 、ジェジェ、生きてたか。テンペストさんは、まあ死なねえよな、あんたは。全員生きて到達か。よろしいよろしい、これで世間の連中にも俺らの力が分かったろうよ。世界も救っちまったし、楽しい謀反劇はこれでおしまいだけどな。
これ以上めんどくせえこと続ける理由はねえし、ここで解散だ。あとはお前たちの好きにしな。俺も好きにさせてもらうわ。眩しいですよ、ミス宇月。暇な野郎どもだ。いいぜ、来るなら来な。目指す先は、そうだな、地獄の一丁目だ。普通に死ぬ方が楽だったって後悔することになるぞ。それでもよけりゃついてきな。ゲームオーバー。